はい、とでは大体ボングリを4種類だね、4種類集めてきたので、ここら辺に植えて栽培してもうねじゃんじゃん売っていこうかなと思います。白ボン、まあ、1マスだけ開けますけども、ミドボンでこれで3行だね。あーどうしよう、じゃあどうしようかな、迷うな。じゃあここがちょっと道になってるんで、ここから赤ボンでいきましょうかね。このように4種類植えましたと。黄色のボングリも、持ってきたんで、あれ黄色って植えたかな、まあいっか、横に、このように植えておきましょう。ざっくりですけどもめっちゃ整地しました。まあ大体なんだけどここら辺ね、整地したんで、ボングリ畑作ってちょっと一儲けしようかなと思ってますね。その儲けたボングリで、モンスターボールとかいい傷薬とか、まあそういう、アイテムとかも変えていけるので、ボングリ畑をまずこの一面に、作っていきたいと思います。まあまあまあまだね、こう花しか咲いてないんだけど、まあ、ここら辺に全部植えれたらだいぶ儲けれるんですけどね。まあそこまで行くのに時間かかると思いますけども、まあ一旦寝ましょう。起きたらここ？起きたらここ？嘘。すげえな、なんか夜あそこで寝てたら外に出されてたわ。こんな感じに進んでるんですけども、どうですかね育ち具合は。まだまだちっちゃいですけど。ではですね、まずボングリ畑作る前になんかここら辺ごちゃごちゃしてると思いません？なんか段差があったりだとかここら辺にあったりするんで、それを全部、滑らかにしていきたいと思います。で、じゃあまずこっから行くか。じゃあここを滑らかにして、ああやっちまった。やっちまった、まあ、これでも悪くはないけどね。よっしゃ、いい感じに整地終わったかな。あのめっちゃくちゃ段差あったんですけども、だいぶ滑らかになりましたかね。おっちゃん滑らかなった？どう？うん、なってなさそうだね。メリープとかさ、なんだあれ、ポニータか、ポニータとかめっちゃいるんだけどさ、さすがにモンスターボールないからね。どうしようもできないんだよな。お、なるほど。なるほど、あっちに自分がいる村があるんですけども、このマグマをまたいでこの向こう岸に行くとですね、なんと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 新しい村がありました。ちっか、新しい村ちっか。お、モンスターボール発見、モンスターボール、オッケーオッケー。なんだなんだこれ、あーはいはいはい、メールギフトが、なるほど。はい、じゃあこの村にはパソコンあるのか？ない。ない、安定にない。ちょっとマジか、この村にも、あ、俺がいた村だね。うん、そりゃないわ。まあいいでしょう、いずれこの村とあっちの村はね、つなげてみようかなと思います。これが多分黒ボングリ、白ボングリ、緑ボングリ、赤のボングリ、黄ボングリなんで、そのもう一個奥に青ボングリ植えましたと。よし、だいぶ種類増えてったな。おいしょと。ではですね、だいぶできたっちゃできたよね。だいぶ数にはめっちゃ差があるんだけど、だいぶできた感じですかね。ボングリ、お、育った。ボングリ畑自体はただこの調子でどん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 、このボングリを長く、育てていきたいと思います。やべ、オタチがいるぜ、オタチが。俺バトルしようかなと思ったんだけどさ、レベル17と6レベじゃさすがに勝てないよね。いやマジでペットにしたいな、ペットにしたいけどさ、モンスターボールないからもうちょっとねデスポしないで待っといてくれればいけるんだけどな。あ、やべ、あーやべやべやべ、ちょっと待った、ちょっと待った、お前ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ピカチュウじゃない、さっきのピカチュウだ、ピカチュウ、ピカチュウ、ピカチュウ。42？ 嘘やん、42レベ。
マジか。でもやばいなこれは。うお、初めてこの世界でピカチュウを発見した。ちょっと待った、ちょっと待った、進化が始まっちゃったぞこれは。ちょっと待って、これ進化してね、進化してね。進化してねえか。おお、来た、おめでとう。キモリア ジュプトルに進化した。おっしゃ、来たね。え、なんか透明だけど進化しましたね。ちょっと出してみようか。うおー、グッバイ、グッバイじゃねえよ。17ジェプトル。うおー、かっけー。はい、では今回はこれぐらいで終了したいと思います。まあ、キモリもジェプトルに進化したことですし、ボングリのね、畑も、だいぶ育ってきたので、今回はこれぐらいで終了して、次回からはこの売ったボングリのお金でモンスターボールとか買ってモンスターを乱獲、していきたいなという現段階での企画です。はい、ら、ご視聴ありがとうございました。さよなら。はい、どうも、マチノスです。今回はね、この動画を最後までご覧いただいてありがとうございました。ぜひともこのエンディングにたどり着いた方、ぜひともチャンネル登録よろしくお願いします。まあ、この BGM が終わるまでに、喋り終わらないといけないので、ここら辺で、ちょっとエンディング撮り終わろうかなと思います。ではチャンネル登録してくれた方はまた次の動画でね、お会いしましょう。さよなら。